チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、中国、韓国が恐れる総理候補は、テレビでは不人気、についてです。タカが車をぶつけました。マリンはカウンタックに買い替えだーと叫んでいます。そんなお金ありません。ママも日産オーラのパンフレット見てるし。今時新車買っても、納車は半年後だよ。修理。ヤフオクでフェンダーとバンパーを検索するマリナです。自民党総裁選が始まりますね。菅総理大臣が総裁選に出馬しない意向を発表したことで、テレビ局は自社の都合がいい候補を前面に押し出しているのが垣間見れます。まあ、これは自民党総裁選なんで、国民が投票できませんから、仕方がありませんが、ここでもひどい変更がありますよね。7日現在、自民党総裁選に、まだ完全に出馬を表明しているわけではありませんが、岸田文雄前政調会長、河野太郎行政改革担当相、高市早苗前総務省、野田聖子幹事長代行が立候補予定です。石破茂元幹事長は、勝てないと思ったのか、総裁選への出馬を見送って、河野行革担当大臣を支援する方向で検討しているみたいですが、どうなるのでしょうか。そんなことばかりやってるから、いつまで経っても総理になれないのですよね。残念な方です。あるジャーナリストの T 氏は、総裁選の予想を、本命は岸田氏、対抗は河野氏と高市氏、穴は野田氏と石破氏。二階さんが河野氏を押せばそのまま勝つ可能性はある、と吐いていました。改めて、本命、岸田さんと対抗、河野さんで、それを高市さん、野田さんが追いかける構図だと思う、と語り、高市さんが、いろんな世論調査を見ても、ちょっと伸び悩んでいる感じがする。次第に、岸田さん対、河野さん、という構図になってくると思います、と岸田氏と河野氏の一騎打ちになる可能性が高いと話しました。局の方針なんですね。岸田氏か河野氏に総裁になってほしいと言っているようなものです。高市さん、いろんな世論調査を見てもちょっと伸び悩んでいる感じがする、ってどこの世論調査ですか？ここですでに、高市前総務大臣を、フェードアウトにしたいのが読み取れますね。この番組を見たのは、テレビ朝日でした。やはりそうでしたね。さらに、高市前総務大臣は自らの心情、思想を体現してくれるという人で推していますが、いわば、安倍総理を支持した、岩盤支持層に対して、私の主張は変わっていない、というアピールをしていると言っていいと思います。あまり支持が伸びておらず、決選投票に残れるかどうかは、党員投票をどこまで取れるかが分かれ目ですが、ハードルは高いと思います。ですよ。テレビ朝日の報道は、相変わらずこんな感じですよ。個人的な意見としてマリナは、次の自民党総裁は、ぜひ、高市前総務大臣になることを望みます。そして、女性初の総理大臣になってほしいです。別に女性だから、総理大臣になってほしいのではなく、自衛隊法を改正し、自衛隊に、より大きな権限を与えるよう主張していますし、靖国参拝、危機管理を重視していますので、私がもし総理であれば、J キャストニュースから、自民党総裁選、2021年9月17日告示、29日投開票で、最初に立候補を表明した高市早苗衆院議員が、取材に応じ、危機管理をめぐる政策について、重点的に打ち出したい考えを明らかにした。危機管理の分野は、国外の邦人救出、新型コロナ対応、電力需要増大など多岐に及び、具体的な政策について語った。危機管理投資イコール成長投資と位置づけ、太陽と同様の反応を、地上で再現する、核融合炉や、量子コンピューターの開発を、国家プロジェクトとして推進したい考えだ。
立候補に必要な推薦人20人の確保については、もう、そういう段階は終わっていると自分では認識をしている、と発言。確保のめどがついたことを明らかにした。取材は9月1日に行った。本会議場で最も重い一票を入れて、菅総理を誕生させた、総理になっていただいたわけですから、総理の任期中は精一杯頑張っていただきたいと思ってますし、応援します。私が勇気を振り絞って手を挙げたのは、むしろ内閣に強くなって欲しかったからです。安倍内閣には色々なことがありましたが、国政選挙で勝ち続けたことが、長期政権になった理由です。国民の皆様の審判を、政権選択選挙と言われる衆院選でしっかり受けているということが一つ。それ以前に、やはり、フルスペックの総裁選をやっているので、党員皆が参加しています。そうすると、たまたま安倍前総理以外に、入られた党員がおられても、みんな自分たちが参加した選挙で選ばれた総裁だ、という納得感も絶対あるんですよ。そうすると、内閣が批判を浴びていても、党員の方々が、それはこういうことだから、と自分たちなりの表現で、周りに対して、擁護してくださるし、応援してくださいます。でも菅総理の場合、残念ながら安倍総理の体調不良による、突然の退任による就任でしたから、党員投票を経験されていない。政権選択選挙である衆院選も経験されていない。そこが、強さがどうしても見えてこない。ご自身が自信を持って、国民の皆様にとって、一時的に不利益なことであっても、都合の悪い情報であっても、自信を持って、協力してください。これをやります、と打ち出せない。そこは心配していたので、一回段階を踏まれた方が、菅内閣は強くなると私は思ったんです。だって私が出て、菅総理に立ち向かうって言ったら、何かありがぞうに、立ち向かっていくような話なので、最初はそういう、やむにやまれぬ気持ち、もっと強い内閣になってよ、私も一票入れたんです、という気持ちの方が強かったですね。それと別に、菅総理の任期はもう今年の9月までということで、多くの国会議員は安倍総理が突然の体調不良を起こされた後、菅総理が引き継いでくださったという感謝の気持ちを持ってるし、持ちつつも、あと1年の残任期間をしっかりこなしていただくには、菅総理が一番いいと判断した。つまり、官邸の中にいて官房長官として、しっかり安倍総理を支えてこられたので、アベノミクスも含めて、要は安倍内閣の方針を引き継ぐと言い切られた唯一の候補でした。それが、私が総裁選挙でも、本会議場でも一票入れた理由なんです。あくまでも残存任期であり、そしてまた安倍内閣の方針を引き継いでくださる唯一の候補者だった、というのが、私が、菅首相を選択した理由でした。これからまた3年総裁として、やっていただく方を選ぶということになれば、私は安倍総理にもう一回立ってほしかった。それでずっと今年、年明けてから、主に2月3月に集中的に通い詰め、今まで官邸周辺にあまりおられなかった、新しいブレーンになりそうな経済の専門家、企業人などと、一緒にお尋ねして勉強会を積み重ねていきました。再登板してくださるんだったら、アベノミクスのバージョンアップ版で、今の傷んだ日本経済を立て直してほしい。そういう強い思いで政策づくりを一生懸命やってきました。何度出馬の意思を聞いても、菅さんに悪いから出ない、って言うし、でも誰も出なかったら総裁選もないし。残り3年は菅内閣で、ということになるので、それはまたちょっと違うと言いますか、良いですね。意思がはっきり分かってきました。伝わるものを感じます。それまで私ももう一度、安倍総理が次の3年をやってくださると思って、しかも安倍内閣の積み残しは絶対やるべきだと私は思っていたので、一生懸命お願いしてきたんです。具体的に言えば、まず物価安定目標は 2% を達成していないじゃないですか。はっきり言って財政当局がプライマリーバランスにこだわりすぎて、機動的な財政出動が十分にできなかったんですね。非常に大きなやり残しです。二つ目として、憲法改正もありますが、
内閣総理大臣は、あまり憲法についてものは言えない。自民党総裁としてならいいのですが、これは国会が発議するものですから、これは安倍総理の責任ではなく、国会でほとんど、憲法審査会が開かれないという、国会側の事情です。三つ目のやり残しとしては、やっぱり危機管理、リスクの最小化にかかる様々な政策が、すぐ取りかからないといけないことが、できていない、ということなんですね。それをどうしても安倍総理にやってほしかったです。以上。続きがあるのですがここまでで。今日は、テレビでは、絶対使われない素材だと思いましたので、高市前総務大臣の意思を、この動画を使って、お伝えしました。高市早苗衆院議員の思いが伝われば、それはそれで良いと思いました。日本のマスメディアは、高市早苗衆院議員が総理になることを恐れているのですね。高市早苗衆院議員は、中国が最も恐れる総理候補らしいので、そして、韓国にも強硬的に移っているようです。日本の経済界も焦っているのでしょう。こういう時にこそ、そんな総理が必要です。テレビでは、支持率が低いようですが、虎ノ門ニュースでは、90% 以上の支持率ですが、一体どうなっているのでしょうか。パパ方のおばあちゃんおじいちゃんの家の棟上げが終わりました。2階はもうありません。マリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。